安倍ラジオ今日もいい安倍で過ごしましょう本日のテーマは自分を見つめ直す時知識欲に突き動かされて貪るようにガーッと本を読むこともあれば現実から離れたくて本の世界にどっぷりと浸かることもある。 そしてまた拾い読みをしているうちに自分の中にある感情を思いがけず発見することもある刺繍を広げるのは自分をそーっと見つめてみたくなる時である刺繍、私の愛する孤独メイサートンこの本はちょっと風変わりです女性詩人メイサートンが69歳の時に 彼女の人生や仕事を語り、その中で自らの詩を朗読しながら解説を加えたという The World of Light Portrait of May s t n というフィルムをもとに作られたんですね。彼女が紡ぎ出す詩はどんな詩かと問われても説明はちょっと難しいんですよね。役者の落合恵子が短い あと書きのようなものを書くのに今日こそ明日こその数ヶ月であったなんて書いてるぐらいですからね。しかし落合恵子はこう続けました。大好きな人や大好きなものに対しては特にその内側に分け入ることにためらいがありその人やそのものを前にして途方に暮れ立ち尽くしてしまう私がいる。好きだから距離を取ってしまう。 共感すればするほどその共感を丸ごと抱きしめたまま遠くで見ていたいという、そういう感覚である。実は本書の後書きとして添えられた落合恵子のこの文章が気に入って、私はこの詩集を買ったんです。無論落合恵子のファンだからですけどね。落合恵子はもう今から50年も前。 ラジオ放送で人気のアナウンサーでしたよね。その後、執筆翻訳活動に入って、東京の原宿で子供の本の専門店、クレヨンハウス、女性の本の専門店、ミズ・クレヨンハウスを主催しました。ああいう投資の重ね方ができたらいいなーって憧れた女性です。彼女はメイサートの中には、怪物メドゥーサと、 女神ミューズが住み着いているとも表現しています。フェミニストとして知られているメイサートンの詩には抑えきれない激しい怒りと穏やかでしなやかな包み込むような愛が共存しているんです。メイサートンの詩を読むと誰もが自分自身のメジューサとミューズに出会って見つめ合ってしまうんでしょうね。 詩というのは何度も何度も読み返しますよね。見知らぬ人が大勢いる中で、自分のいられる場所を作り出して、そこに広げて読んでみたり、自宅の台所や洗面所の隅にしゃがんで読み返したりもします。ああ、しろこうしろどうすべきこうすべきの文章に疲れた時は、ただあるがままを、そうなのね。 と、自由をしてくれるような語りかけが欲しくなるもんなんですよ。だから何度でも読み返します。そして、そうなの。と、つぶやいてみたりします。本当の庭師は手袋をはめない。で始まる、観察という、まあ、ちょっと味気ない題の詩は、メイサートンが母親を庭師に例えて表現した詩なんです。 この詩は私の職業意識を揺らして、ああ、ケアって結局これだなって感じさせたんです。傷つきやすいもののただ中で、自らも傷つきやすいその手を開き、働かせ、最後の最後の瞬間まで、 鋭い感覚を保ち続けなければいけないこと。たくましさを持って穏やかな世界を作らねばならないこと。そして彼女のこんな語りは私を勇気づけます。たとえ否定的に見えるものでも感情を尊重してやるのだ。怒りだって 注意深く見つめれば多くのことを学べるはずだ。それに向かい合えばいくつになっても成長できる。孤独こそが私が最後に愛するとも。すべてをさらけ出したって人は魂を失うわけではない。しば としした心のささくくれれを癒してくれますね本日紹介した本は「私の愛する孤独メイサートン」「マリタシンプルほか編落合恵子役」「立風社処方」の本です。本日のテーマは「自分を見つめ直す時」でした。では皆さんまたお会いしましょう。